はいどうも皆さんもおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、アステカの石像っていうモンスターは皆さんご存知でしょうか。知らんよね知らんと思うわ。お前誰やねんっていうモンスターなんですけども、一人ネタレッキ選手権やっていきます今日は。このモンスターですね、効果すげえ単純で、このカードが攻撃された場合、その戦闘で発生する相手への戦闘ダメージは倍になるっていう、まあ、そういう効果持ってるんですよ。だから、ですね、守備力2000なんで、まあ、守備力を上げてぶん殴らせるか、もしくは攻撃力ゼロのモンスターをにぶん殴ってもらうかすると、ワンキルできるんですよ、このモンスター。一応ね、だから攻撃力ゼロに殴ってきたらさ、バイーンってなって、まあ、2000ダメージが4000ダメージになるんですよ、効果で。だから、それをね、今日はね、狙っていきます。で、じゃあどうやってゼロで攻撃してもらうかっていうギミックなんですけど、いろいろ考えました、私も。今日いろいろ頑張って考えた結果、こいつが一番強そうだなと思って。つららのまやかし雪娘さん。これね、攻撃力ゼロなんですよ。で、こいつ、2番の効果すごい強くて、このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分はまやかしモンスターしかエクストラデッキから特殊召喚できないっていうことで、まやかしデッキってそんなに環境には いっぱいいないじゃん。だから、これを送りつけたら、もう相手エクストラデッキからモンスター特殊召喚できないんですよ。これ強いんじゃないかと思って、この雪娘を送りつけて、で殴ってもらうっていうギミックなんですけども、じゃあどれ殴ってもらうかっていうと、これ召喚制限モートするモンスターっていうメタデッカー歓喜のカードがあるんですよ。これこのカードがフェード上に存在する場合に、モンスターが特殊召喚成功したら、モンスターを表側攻撃表示で、にすると。で、そのターンそのモンスター攻撃可能な場合には攻撃しなければならないということで、まあ、全部特殊召喚したモンスターは攻撃しなきゃいけないんですけども、これね、送りつければいいんですよ、雪娘を。ギブアンドテイクで送りつけて、で召喚制限モートするモンスターで、なんだ、特殊召喚したらその攻撃表示にして、で殴んないとターン終了できないよっていう状態にすればいいんですよ、つまりね。だから今日はね、コンボパーツめちゃくちゃ多いんですけど、全部で6枚ですもう当たり前にコンボパーツ6枚ですって言ってる時点でおかしいんですけどね。実質先行満喫です。まず、アステカの石像1枚目で、2枚目がなんだ、デュアルサモンで、3枚目がツラのまやかし雪娘で、4枚目アースクエイクで、5枚目、召喚制限モートするモンスターで、6枚目ギブアンドテイクっていう、この6枚を先行でかき集めればいいんですよ。だから、今日は、鬼ドローギミックと言われている、フォーチュンレディ のギミックを使いまして、フォーチュンレディで無限にドローして、ほんで、今のコンボパーツを6枚先行で集めて、で先行で、展開、していくという、そのカードたちを。で、後攻で相手にぶん殴ってもらって勝つっていうね、そういうデッキです。で、スキル未来王者にしてるんですけど、これ自分のデッキトップ一応見れるんですよ、相手もだけど。だから、あれでもいいです。アロマタクティクスとかもいいです。マイさんの。これにしとくと、自分のデッキトップ見れるんで、なんかね、楽しいです。ソリティア、うわ、次ワンダーマンドくるやったーとか、そういう反応ができるんで、普通のソリティアデッキ回してるよりも未来予知の方が楽しいっていうことに気づきました、私は。はい。というわけで、早速ね、アルティメットソリティア、アステカの石像バインマンキーやっていきましょう。いわゆる、スタンバイ。なんだこれ。さあ、お相手の方、ジャケカあなたは私との手札。手札いいじゃん、手札いいじゃん、ほんちゃいますねこれは。フューチャービジョン、結構ねこのハンドが揃わないからね、そもそもこのハンドが揃わないからさ、このデッキこれでドロー止まってサレンダーするから相手にすげえ迷惑っていうね。私のカードこれ結構楽しいからね、これデッキタップ見れるの楽しいからこれ結構ね。フォーチュンレディライヒー特殊召喚ほい、お見せしましょう。でモンスターを特殊召喚、パスでいこうか。さあ自分のレベルを上げて、これ別にね、ワンダーワンドのコストにしかなんないんで、マジでどうでもいいんですよマジでこいつらは。でフォーチュンレディライヒーの効果発動除外された場合、デッキからフォーチュンレディモンスターを特殊召喚。さあフォーチュンレディウォーテリーを特殊召喚で2ドロー、はい、ありがとうございます。あ、いいですね、ワンダーワンド来てんじゃん、いいね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 、いいじゃん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 。これも使っちゃっていいか、これも使っちゃって、でこれも引いて、で
わあ、いいねいいねいいね、とりあえず煉獄がいいよ。で、ワンダーワンド装備で、ワンダーワンドの方がそう、さあワンダーワンドこれペペッってやってオッケーで、無の煉獄発動、これでここでもう一回ワンドローしていく。あー、いいね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 、このデッキトップ見れるの楽しいんだけど結構。よし、でワンダーワンド、あースクエイクか。これ次のデッキトップドローソースじゃないと無理なのか。ここでドローソース欲しいね。アースクエイクの下何？あっ、オッケー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 、来た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 、あと残り1枚ってなんだ。とりあえずちょっとワンダーワンド発動すんじゃん、で2ドロー返すんじゃん。はい、あと1枚ってなんだこれ。はい、あ、小槌か。これ1枚あれだな、1枚ここあれだな、取引とかでいいな。これ暗黒界の取引、これ計算間違ってんな、これ計算間違ってるな、これ取引だな。ここでうちの小槌こうか。これはデュアルサモンを引かないとガチで意味ないから、はい、神ゲーあぶねーあぶねーあぶねー、これ取引だったな。1枚小槌なくて取引だった。でアステカの石像召喚、さあこれでアースクエイクの効果を発動、そしてカードを押しましてと、カードを押しましてと、あなたのターンでーすはい、あなたのターンでーす。デッキトップは、リゾネーターさんですね。はいはい、これ相手のねデッキ見れない方が面白いな。これ相手のデッキは見れない方が面白いわ多分。でギブアンドテイク発動するでしょ、ギブアンドテイク発動、さあギブアンドテイクの効果、俺はフィールド上に、お前のフィールド上に雪娘の特殊召喚して差し上げるぜ。そして俺はその効果にチェンジ、召喚制限、猛突するモンスターの効果を発動。さあ猛突するモンスターで、このモンスター攻撃表示になる。さあこの効果が適用され、君のフィールド上に特殊召喚されたモンスターは全てこのターン俺様を攻撃しなければならない。そしてお前はシンクロデッキだろう、これつららの雪娘の効果読んでみな、つららの雪娘の効果読んでみな。そのモンスターが存在する場合、お前はエクストラ的からまやかしモンスターしか特殊召喚できないぜそしてお前はバトルフェーズに入るしかない、そうお前はバトルフェーズに入るしかない。お、理解が早くて助かるぜお前は雪娘でも殴るしかないんだよあれやねん、ワンキル決まった、1時間ぐらいかかった。さあお相手の方、迷宮強化さんですね。はいはいはい、あーこれはワンチャンあるな、無の煉獄連打するよ、無の煉獄、無の煉獄マジでいらない、ちょっとマジで、あー来たナイスで無の煉獄効果ナイス、いいじゃん、これワンチャンありますね。これまたドロー加速して、これは引き切ったんじゃねえか。でワンダーワンド、はい、で煉獄、ここでドローソースあるか問題を発生するか、神ゲーだと OK、 よし計算は計算に来るよね。これによってワンダーワンドを装備し、でワンダーワンドの効果、ほいほい OK で、デュアルサモン発動、アステカの石像召喚、アースクエイク意味わかんなすぎるもんな、このコンボ何がしたいねみたいなコンボですよね。よし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 ギブアンドテイクを発動し、俺はギブアンドテイクの効果でお前に氷のもやかし雪娘を差し上げるぜ。そして召喚制限、モードするモンスターを発動、これあげちゃう、これ君にあげちゃうこれ君にあげちゃうさあどうするんでしょうかね。さあ効果読んでおります、困っております、なんだこれってなってます。このカードが攻撃された場合、その戦闘で発生する相手の戦闘ダメージは倍になります。まやかし回転
何？え？あれ？これもしかしてシンプルにまやかしデッキですか？ちょっと待って。あ、私のカードはこれだ。モンスターをシンプル召喚する。モンスター召喚。バカな、そのあのまやかし雪娘が存在する場合、相手はまやかしモンスターしかエクストラデッキから特殊召喚できないはず。そんなバカな。いや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 、嘘だろ。嘘だろ。